優勝戦2号艇の岡瀬正人選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は1コースからコンマ14のスタートで1着、優勝戦まで勝ち上がってこられました。骨折なしの仕上がりなんですが、いかがでしたか？そうですね、序盤からいい、スタートしてからの伸びがいいですね。はい、今節は初日連勝でしたが、この時だけ気温が高くて2日目にガクッと下がったわけなんですけれども、この時には3着4着でした。そうですね、2日目ちょっと合わしきれなくて、ちょっと着順落としてたんですけどね。はい、予選トップ狙えるところでしたけれども、惜しくも2位ということで優勝戦の枠は2枠ということになりました。はい、最終日はちょっと天候が変わって雨の予報も出ているんですが、はい、はい、まあ、ちょっと明日乗ってみて、まあ、回転合わすぐらいですね。はい、はい、しっかりと回転が合えば、この木の素性的には岡選手が一番ではないですか？だと思います。はい、2枠ということですから、2コースからでは差し切るイメージで。そうですね、もうちょっと出足か伸びか、はい、ちょっと一晩考えたいと思います。特徴をつけて。そうですね、はい、はい、いずれにしてもパワーがありますから、そこを引き出せば十分勝機はありますね。そうですね、はい、はい、今季に入ってこれで3場所連続優勝、勢いにも乗ってらっしゃいます。そうですね、いいリズムですね。はい、11月の大村に続く今年2回目の優勝に向けての一言をお願いします。はい、優勝を目指して頑張ります。